くだらない世の中に終止符を打つ。ペイン陸道、ここに見参。痛みを与える、それが世界のためだ。ナルト疾風伝ナルティメットアクセル3、究極の人道対戦アクション最新作がプレイステーションポータブルに登場。これでもかってくらいにパワーアップした新キャラ、新術、新システム、そして待望の4人対戦を実現。もっと爽快に、もっと忍びらしく、ナルティメットバトルの進化は誰にも止められない。大本命の登場だってばよ。迅速に任務を遂行する。俺は落ちこぼれなんかじゃねえ。黄色い閃光のゆえんを教えてあげるよ。ぶっ潰す。女だと思ってなめんじゃねえぞ。ちょうど暴れたいと思ってたとこなんだよ。俺にあるのは復讐の道のみ。邪神様、見ててくださいよ。地獄の沙汰のかもしれない。望むところだ。今回の主役は俺ですね。人の命など儚く脆い。痛みを与える、それが世界のためだ。2人の忍術を組み合わせて強力な連携忍術を発動させろ。気を抜くと死ぬぞ。それを俺に言うかよ。日向様、行きます。準備はいいか。このガマ仙人の姿、特等眼どけ。戦術が変化するリアルタイム覚醒や4人対戦を盛り上げる奥義応援入力、戦いを熱くするシステムが盛りだくさん。ナルト疾風伝の物語を丸ごと詰め込んだマスターロード。友達との協力プレイが可能なさまざまな任務に挑め。そして木の葉に忍び寄る新たな脅威、ゲームオリジナルシナリオも収録。サスケの視点からも物語は進行。自分の人道は絶対曲げねえ。そうだろサスケ。50人以上の忍びが繰り広げる人道対戦アクションのさらなる進化。この加速に乗り遅れるなってばよ。プレイステーションポータブル専用ソフト「ナルト疾風伝ナルティメットアクセル3」12月10日発売予定。予約特典はイチャメモ3冊セット。さらにイチャメモに隠された暗号を解読して火影ナルト壁紙をゲットしろ。